前回同盟を結んだ魔界水軍と黒魔術軍であったが、魔界水軍は黒魔術軍を危険視しており裏切ろうとしていた。魔界衆の前に突如真田大輔が現れ魔界衆に襲いかかる。さらに二代目悪郎が現れ奪魂の儀式とし、真田大輔と霧隠れ才蔵の戦いが始まる。才蔵は前田刑事に手を出すなと言い、死闘の末才蔵が大輔に勝利する。才蔵が大輔にとどめを刺そうとした時、刑事が才蔵を止める。末高草は村上武義に刃を交えたいと話し、二人は戦う。そして互いの心根を理解した二人は利害が一致するとし、五芒星軍と魔界水軍は同盟を結ぶことで合意する。鶴姫の前に現れた大ホーリー安房とルイス・フロイス。鶴姫の窮地に五芒星軍と魔界水軍の連合軍が現れ、さらに赤い少女剣も現れ奪魂の儀式として戦いが始まる。黒魔術軍が劣勢の中、高山右近が現れガラシャの力により冥界の使者を紹介する。冥界の使者であるハーデスの前に魔界水軍と五芒星軍の連合軍は総出で攻撃するが全く歯が立たない。滝夜叉は劣勢と見るや否や再び黒魔術軍に味方すると宣言し、五芒星軍を裏切り黒魔術軍に味方をする。大混戦の中、安成はとっさに鶴姫を助けてしまい、ルイス・フロイスによって斬られてしまう。戦いに勝利した黒魔術軍は安房に刀を渡し、鶴姫の魂を奪えと指示するが、安房は大好きを切りつけ黒魔術軍を裏切る。そして右近の指示により黒魔術軍は総出で安房を殺しにかかる。安房は鶴姫を守るためたった一人で黒魔術軍と戦うが、最後は力及ばず大輔に首を切られ、安房は命を落とす。